えー、はい、おはようござい,ございます。お疲れ様。です夕方です、えー。お仕事を終えてまして、えー、ホっとしているところですが、えっ、ー、と、リスプですね、あの、並列リスプが動くようになって、これの応用でってんでえっ、ー、とテトロノミノを並列で解かせようということで、ちょこらちょこらとやってるんですけども、あのー、結構ね、あのー、アルゴリズムはスッキリしてて、あのー、バックトラック使えばいい。 のはわかるんだけれども問題は、そのやることが結構あってねっていうのはピースは ABCDE5 と c 5種類しかないんですけども展開系がいっぱいあるものがあるんですよ例えば B タイプは正方形なんでひっくり返そうが回転しようが正方形なんでいいんですけども C タイプね、これは。あの えと回転させたりひっくり返してもいいってことになると置き方がいろんなパターンがあるもんでえそれぞれについて置けるかどうかそして置いたときにはどうなるのかっていうコード書かなきゃいけないんですけどもやってることは確かないんだけどもいっぱい書かなきゃいけないんでなんかなんかめんどくせえなと思いつつえっていうところなんですけどもえまあまあ,あのぼちぼちやってようかなと思ってます。あとなんか並列のね 面白いなんかこうネタないかなと思って探してるんだけれどもね、うんと、問題の大気変数を共通化しようとすると、 えー、せっかく並列であのー、効率を上げても、ですねその大気配列とかに書き込もうってことになると、えー、と競合レ,レーシングを避けなきゃいけないから、そこのところでパフォーマンスが落ちちゃうし、うん、なんかな。で こう並列が生きるとやっぱりエリクサーとかあのクロジアみたいにねその基本的にその副作用なしとえその待機変数なしってやつの方がいいんだけれどねでそういうところで何か面白い応用があったらいいなあまあテトロノミオもそういうのではこっちは面白い。 とは思うんだけど <laughs> なんかなんか面白い題材じゃないかなと思ってい、えー、るところなんですけどもはい、えー、なんか面白いネタあったら教えてください。並列なんか活かせるなんかありますかね並列リスプ。並列リスプでなんかリ,リスプネタでな何か面白いのあったらいいなと思ってます。はいそれじゃあ